チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの晩ご飯は、残り物の天丼。以上で試しましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの晩ご飯は天丼、残りのね、昨日の天ぷらの残りで天丼いただきます。疲れた、今日ちょっと出かけとってね。ちょっとあっちゃんね、伸ばすわ。よいしょ、足が痛い。今日はね、副業してて、副業っていうほど稼ぎはないんやけどね、副業もしていかんとあかんから副業してんけど、ね、もっか、ちょっとごめんね、京都まで行って、京都まで。あれいつやった、2月ぐらいやった、京都まで。じゃあ副業で行った。あれ以外、うん、うまい人がいるよね。漬物取った？漬物取った？疲れてね、喋る気力もあんまりないね。わかめとおネギの味噌汁、美味しいな、うん、これね。わかめとおネギとこの素朴な味噌汁が美味しいわ。できることをしていかんとね。今日はね、半日ぐらいやな、昼から出かけて、6時間ぐらいか、移動入れて。移動は多分2時間、片道1時間ちょい、2時間ちょい、4時間ぐらいの労働というか、2時間ぐらいの活動をしてる。疲れた、めっちゃ疲れた、こういうのね、毎日できたらまあまあいい収益になるけど、やっぱり月に数回しかないかな。ちなみにね、子供は違うもの食べてね。子供はね、焼肉食べてんのよ。肉焼いてね。
あいつ疲れてる、作る気力もなくなって、肉焼く一番楽やんか。だから子供には肉焼いてる。あんちゃん昨日の残ってた天丼、あっちゃんとあっこはね、天丼の残りを食べてんねんけど、天ぷらで天丼、だね。出かけてても子供のご飯だけは作りたい。これはあっちゃんは昔から、昔からせんねん。どこへ出かけて疲れてもできるだけ手を抜かない。早くあかんちょっとは他弁こうてくるけどね。できる限り作ったものを食べさせたいっていう気持ちがあってね。で、疲れたばっかり言うなんちゃうけど、疲れちゃう、疲れたもん、疲れちゃう。食べたい機会あるわ。今日ね、ちょっとライブして、お風呂入って、動画作って、今日は寝たいな。でも昼寝てないからね。眠たいな。急に来たわ。さっきまで運転して帰ってきたから気合張り詰めてるからね、眠気は。けど、ちょっと気を抜くと眠たいな。楽しく生きる。あっちにスイッチしてきた。で、株ね、日光してきたし。で、楽しく、みんなで笑っていきたいなっていうのって。
っちゃんは多くを求めへん。みんなが笑顔で楽しかった、それでいいね。天の感謝を聞きました。美味しかった。ごちそうさまでした。いやでね、今日はね、昨日の天ぷらで、天ぷらの残りで天の美味しかったです。ごちそうさまでした。マジ疲れた。なんていうか眠たいね。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯をね、終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯。眠いながらに食べた晩ご飯、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録、紹介を見てくれたら嬉しいです。残り物であっても天ぷらの丼、美味しかったです。ごちそうさまでした。0円晩ご飯でした。副菜とかでお金かかったら0円じゃないけどね、まあ、残り物である意味0円晩ご飯でした。ではまたね、バイバイ。